からとこれまでについて語ってみよう。はい、もうこのイスイスイス。なんでこの謝罪動画にしか見えなかったらこんな。イスイス。下見てください。もう俺ら、俺これ。なんで俺だけ来てんねん。なんかノリでスーツ着ましょうみたいな。リリー・フランキー、リリー・フランキーがよく洗剤で使われる写真みたいな形になってんのよ。いやでも、まあ、色時計が今日まあこういう企画にしたのも、はい、よくライブとかで、はい、あの3人はどうやって出会ったんですかとか、はい、聞かれるじゃないですか。なもうこれ見てもらったら分かるようにしようっていうことで、うん、俺の今までの全てがここに結集してるってことですね。そうですね、はい、はい、いろいろ質問とか来てるやつをじゃあ読んでいってみたいな。そうですね、はい、はい、僕まとめてきたので、ありがとうございます、はい、まあ適宜ねこれ、まあ、使うタイミングあるかもしれないので、うん、ね、ご準備を、はい、はい、お願いいたします。はい、まずですね、うん、3人の馴れ初め、はいはい、はい、いつ出会ったんですか、どうやって出会ったんですか。特にそのお二方は27歳8歳、うん、1992年、3年生まれだね。2年の7月1日と93年の3月4日、うん、月4日、僕だけ99年8月18日っていう、まあそうやな、無駄にね7個差ですね。8個差だっけ、かなり差あんもんな実は、うん、あります。ここが同級生というか同い年なんだよね、うん、そうやな、うん、慣れ初め、慣れ初め、どうやって出会ったんですかっていうのはよく聞かれるので、まあ結論な、俺がカイト出会って、俺がジョンと出会ってこうくっつけたみたいな話ではあるんやけど、カイトの方が俺多分実は先に出会ってるかもしれない、ジョンより。あ、そうなんだ。うん、そうなんや。あれいつやったっけ。僕は2019年の2月です、うん、2月か。え、じゃあ全然俺より早いんじゃない。いや早いやろ、うん、え、てか大学入りたてやったんじゃん。いや入って1年経ちました。あ、経ってないんや。19年の2月ですね。その時になんかツイッターでなんか俺の友達がなんかプレゼント企画みたいなことをなんかやりだして、なんか1000円分のギフトカードを何人に配りますみたいなことを、なんか前澤さん的なあれが流行った時に、あれの流行った後になんかその人もノリでやりだした。でそこはカイトが反応したやんな。そうです、1000円欲しさに。それはシンプルにリツイートで回ってきた。リツイートかなんかで回ってきて、じゃあ結構リツイートされてたの、それって。あ、割とされてた。まあまあまあされてて、なんでかわかんないですよ、うん、回ってきたんですよ、僕のところ。で、カイトがそれ DM 送ったんやったっけ。はい。で、なんかその友達がカイトになんか会いに行くとか、うん、たまたま東京に行くタイミングだったから、うん、あー、なるほどね。で、僕もそんなよう分からんおじさんに、なんか1000円もらうのなんか急にこうなってもって、以外僕、みずほ銀行のガチのやつ送ってたんですけど、取り消して、あ、直がいいですみたいな。はい、直がいいですね、なんか行くタイミングがあるから、じゃあご飯行きましょう、はいはいはい、っていう感じで多分なったと思います。そうそう、で、それ俺もその人と一緒になんか東京に行ってて、なんでか忘れたけど、そんなカイトがおって、はいはいはい、なんか早稲田の学生ですみたいな感じで、なんか明日から僕徒歩で大阪まで歩くんですとか、訳からのこと言い出して、怖いなぁ、すごいなぁ。気合入っとんなと思って、でもたまたま俺の高校の姉妹校の、ね、出身やったから、まあ親近感湧いて喋ってて、二人とも出身大阪だもんね。そうそうそう、出身大阪で、その時に初めてカイト会って、で別にそっから別に何かあったわけではなく、特にまあ何も半年ぐらい何もなかったですね。うん、うん、でその後にジョンと出会ったんやな。そうだね、うん、その後ジョンと出会って、で、俺ら金沢に俺を住んでたから、てて、うん、金沢で俺がなんかイベントとかをや、開いてて、そこにたまたま遊びに来てくれたのが、ね、うん、ジョンっていうこと。そう、うん、で、なんか意気投合してちょこちょこ呼ばれたりして、うん、ちょこちょこ一緒にイベントもやったりとか、うん、してってっていう感じやんな、ね、それの1年前ぐらいか。そうだね、うん、おだからこことここは、うん、カイトとジョンはマジで YouTube やるよってなってから出会ってるからね。そうですよ、やる日ですからね。そう、初撮影はもう初めて会った日だった。探り探りだ。この動画な。そう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 。入れなあかんかった。そう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 、この時に初対面で、うん、そう、で、そっからやもんな、マジで。そうです、うん、どっからまあ週1ぐらいで撮影ずっとやって。 そうだね、うん、感じかな、馴れ初めに関しては、うんうんうん、で、まあそんな馴れ初めなんですけども、はい、うん、お互いの第一印象。おー、ね、カイトは、うん、なんかちょっと昔の自分見てるやった、うん、ああ、なるほど。ちょっとイベントあるもんな。俺が今から、うん、徒歩で大阪行きますとか言って、うん、気入ってる感じやったから、うん、ちょっとチャリでそんなんしてたもん。俺もしてたし、うん、で、まあ高校もなんか近いから、うん、まあなんかちょっと昔の自分みたいな若い感じの、はいはいはい、うん、イメージあったな。俺は、あ、カイトか。
大学生っぽいなっていう感じだったわ。ただなんかその騒ぐ感じの大学生っていうか、うん、いい意味で若いエネルギーがある感じを俺は感じたかな、うん、なるほどね、うん、確かにそうかもしれんな。若々しさは感じた。喋、うん、り口とかやっぱその普段やってることとかもさ違うじゃん、うん、はいはいはい、社会人とさ大学生だったら、はい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 、久々に大学の頃の話を聞いたなと思って、うん、なんか若々しさをすごい感じた。ああ、うん、周りにいなかったから。ジョンは俺最初どうやったかな、ちょっとミステリアスさがあった気がするな。あの日でもあったんだ。あった気がするな。何者なんやこいつはみたいな感じの印象やった気がする。ジョンはね、うん、僕書きました、うん、シュクロブアイソジョンヒゲジなんか違うんですよ。なんか俺は、うん、うなみさんの1000円キャンペーンで僕釣られてるじゃないですか。うなみさんと話そうと思ってた時になんかようわからへんのついてきて、でもめっちゃ怖かったんですよその時。はいはいはい、うん、全然笑わないんですよ。ああそうなの。マジで稲垣選手ばりに笑わないから。じゃあ俺なあの時ちょっと面倒くさかってんな。あついてるのですよね。そうそうそう、あなるほど、ね、そうでしょうね。うん、だからなんかめっちゃ不愛想な人のなんかやりづらいな。あそう初対面初対初の印象ね、うん、があったのと、うん、でジョンはヒゲジーっていうのはあのヒゲジーチェアハウスの、うんうん、ドアを、うん、僕あ着きましたっつって開けてくれたのが、うん、多分ジョンさんやったんですけど、あそうなんだ。パッて開けたのが、うん、キリストですよ。だって出てきたパッて開けて出てきたのキリストよ。ヒゲそう、大学生ってヒゲまで生やすのあんまおらんもんな、うん、確かに確かに周りに。あとなんかその後あとジョンの本名的にライン本名じゃないですか。ああ、うん、そうだね。あれで出てくると思わなかったから。あ確かに、あちょっとあこの顔はそこ的にジョンの本名かっこいいもんな。ジョンの本名的にそこかそっち側のタイプなんだヒゲなるほどね、なるほどねっていう印象でしたね。そう考えたら確かにな、俺もその日初めて顔を見たわけやもんね、顔すらも。うん、感じですね。難しいな。でこれがまあまあ僕たちの出会いと印象、ね、第一印象初めて聞いたこんな。そうやな。初めて言いましたし、めっちゃぶめっちゃ不愛想。そうやったっけ。うん、でまあそうやって僕たちは、うん、シクロクライフ歌詞というのをね、うん、もう何ヶ月ぐらいですか、5ヶ月ぐらいやってきましたけども、ねおすすめの企画、うん、今までの、うん、結構出しましたよ。100本超えてますかねあれ。おすすめの企画か、うん、結構毎日やってきたじゃないですか。あなるほどね。俺けどやっぱあれだよ、言われたら興奮するみたいな。あーあもしあれだね、相手が気になるみたいなやつで、はいはいはい、また貼っといてもらったら嬉しいんだけど、うん、あの何の打ち合わせもなく、うん、偶然ずっと下ネタ言い続ける回になったやつ。そう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 、あれは、ね、確かにあれはなんか一番笑った気がする。なんかああいうのに出たら、うん、俺らもなんかあ今ちょっとチームプレー出してるなみたいな、うん、いけるなって思いましたもんね。あれそう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 、ワンチームでしたもんね。そうそうそう、あれ楽器あれ実感できるのは確かにあの俺も楽しいやってる。うんそう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 、なんか同じ感覚でとか同じ感性で、うんうん、あ何も言わずにやってけんだって思ったから個人的にはすごい嬉しいし、うん、あれが結構、うん、ふざけすぎいやって言われてるんやけど、うん、あこまでふざけんでも本当にあれ俺意味あると思うのよ。あ夜も使える言葉を散りばめるっていうのが、ね、やっぱ女性として見られないと恋愛対象にならないから、はいはいはい、うん、俺あれは結構すげえ好きだな、うん、その二重の意味で。なるほどね、うん、俺あれかな、なんかな何のタイトルか忘れたけど、うん、多分あれかな、彼女もっと好きになるみたいなやつかな。あーはいはいはい、うん、で好きなところがなんかジョンが、うん、その秘密打ち明けるみたいなこと出してテロップで、うん、でなんかカイトが借金なんか200万でも、うん、200万でも借金あってもあってもあーあったねあったね、いや今実は借金も抱えてるんだみたいなのすかみたいに言って、うん、いけるよいけるよみたいなって、うん、なんか200万でもいけますか、うん、2000万とか言って、うん、ジョンも2000万どうってみたいなジョンも2000万抱えてるんでそれどうみたいな、うん、ああいう崩し方は俺は好きやな、うん、ああなるほどね、一旦あったなあれ、うんうん、その後にとんでもないのしてるな、シクロぜひ見てほしいねこの先はああいうのもさ、ここ、うん、言っていいのか分からんけどさ、うん、一応頭の中でさ、うん、次の展開とか考えながら喋ってるの俺。そうだね、そうだね、そうそうそう、うん、ここどう、うん、なんかボケ引っ張って、うん、どうこいついじって、うん、どう次に大物く調理していくみたいな、次の回答まで見据えてさ、うん、言ってたりするやん、うん、そこを多分みんな探り探りでやってるけど、うん、なんかなんとなくその一体感が出てきた時は、うん、やっぱ楽しい、やっぱ楽しい。あーなるほど、確かに
カイトはどう？俺結構好きなんがね、うん、あのそろそろあれに名前をつけよう。あーはい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 、大喜利チックな感じのとか、あとまあでも全部好きですけどね、あの、うん、あれも好きですよやっぱり、あのドブロックあずっと言ってますけど、ドブロックは僕ずっと好きなんです。女あるある、女ある、女女女のやつだあれだいぶ初期のやつですかねあれ知ってたら祝歌詞知ってると言っても過言じゃない。確かに確かに確かに、だいぶ初期やな、あれ。カイトめっちゃおもろかったもんないいセンスしてるなーってすごい思った。確かにこいつおもろいなってなったもん、うん、なったかもな、うんで、うん、他のね、うん、動画もまあいいのがありますけど、僕たちが押すのはその、そうだね、このその動画っていうことで、ね、行きましょう。これちょっとね、行きましょう、はい、これフリップ使いましょうか。はいはいはい、あの、祝賀詞のメンバーで、はい、彼氏にするなら誰っていう。あー、オッケーオッケーオッケー、なるほどね。女だ、自分が女だったら、自分が女だった時に3人は誰とかね。で、せーので行く、せーので行きますか、はい、せーの、俺、自分、ジョンやばいやん一代のナルシスト集団じゃないのあ、全員自分なんや。そうですね、そうだね、結局、なんやかんやいいのは自分やろって全員が全員思ってたって。なんで、シクローなん、シクローは。いや、俺が一番、うん、将来有望やからなるほどねカイトは僕は、シクローさん男すぎる。あー、で、ジョンさんは奥手すぎる、うん、あー俺は、まあ、あれですね、ちょうどいいから。そう、今はもう自分だけ彼女いるし、はい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 、だから、まあ、確かになるほどね、やっぱそこだけね、はいはいはい、一歩リードしようかなと。確かに確かに。ジョンは、俺はもう、二人とも男らしすぎると思ってるんよ。あ、むしろね、むしろ、はいはいはい、もう俺は本当に、まん丸な平和みたいなのをほのぼの家族だけをしていきたいかなそしたら俺かなって、消去法的な感じから。あ、なるほど、うん、俺がいいっていうよりもそのなんか、理由もなんかジョンっぽいよねでも、これなんかたまたまさ、うん、このメンバーで、うん、そのやっていこうみたいになったけど、うん、うまいことバランスがやっぱ取れてるなって。確かにすごい言ってもらえるよね、コメント欄で言ってもらえて。バランスがいいって、なんか俺らも実感したよな。うん、そんな別に俺考えてやってなかったけど、めっちゃ最初とか本当に急でしたもんね。そう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 、急になんかカイトってやつを入れるぞって言われて、おー分かったそう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 、じゃあ取ってみようかぐらいの感じだったもんね。ほんまにそんな感じだったから、急に飯田橋の焼肉屋連れてきカイトちょっとバイトやめてもらっていい最終ぐらいからちょっと YouTube やりたいんだからそれすごいです。もう、あ、じゃあ僕やめますか言って。ああ、そうだそうね、うん、行動が早いよな。早い、カイト、うん、できました、もう、うん、ナルシスト集団の現状、はいはい、現状、現状、はい、あの、満足度何点ですかって。あ、この YouTube？ はい、YouTube もそうですし、今の自分の、まあ、あ、 YouTube か、 YouTube にしましょうか。 YouTube にどれぐらいだと思ってるかってことか。うん、うん、はいはいはい。じゃあ僕から、はい、僕は、今70点。おお、はいはいはい、はい、やっぱり自分の軸としてはやっぱ楽しいを重きに置いてて、あ、しかし最近楽しいんですよ。はいはいはい。だからまあ平均というか50点は絶対に超えるだろうなっていうのと、まあまだ伸びしろが全然ある。はいはいはい、はい、でも最近やっぱね、ありがたいことに面白いとか言っていただけて、まあ、80点ぐらいにしようかなと思ったんですけど、うんうん、あの一回あのコメント欄プチ炎上してるみたいなのがあったのでそこは10点ちょっと減点してこれからね、自分の言い回しとかに気をつけようっていうのをね、はいはいはい、改善できるところがあるよっていう、改善できるところがあるので、そこをね、実感させられた回もありますので気になる高さを見ていただきたいんですけど。なるほど、はい、70点ですね。はいはいはい。ジョン、俺もね、70点。おー、なるほど。まあなんか改善できるところとか、もっと味を出し切れてないところってあると思うんだけど、やってて楽しいし、うん、みんなにも見てもらえてるっていうところ、うん、はい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 。で、なんかほのぼのなコンテンツじゃん、結構、うん、うちって、うん、それってなんか70点っぽいなって思ったんだよね。うん、なるほどなるほど。うん、だから70点かな。はいはいはい。俺は、うん、まあ60点。おお、ストイックやわ。そんな有望なものは違うな。いや、まあでも、なんて、最初でも祝賀詞やって、うん、ぶっちゃけここまで俺伸びるとは思ってなかったな。ああ、そうなんだ。なんか思った以上にうまく、うんうん、俺はどっちか楽しさもそれはそうやけど、うん、こう実際なんていうの、どれぐらいこう見られるのかとか、視聴回数だったりとか、そう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 、チャンネル登録者数だったりとか、いろんな数字があるから、ね、そっちも意識するから、そっち目線で言うとやっぱ俺思ってた以上に伸びたなみたいなとこあって、うん、最初なんならしかもサブちゃんっていう位置づけでやってね、まあサブちゃんやかもしれんけど、うん、ちゃんともうな、サブちゃんというよりかもう一つのチャンネルみたいな、そうだね、来てるし、で
俺らが 思った以上に俺らのそのなんていうかな、人柄とかがこういい感じのバランスになって、さっきも言ったようにそれが受けたりとかするし、でしかもちゃんとさファンみたいな人がついてくれたのは多分こっちのおかげでもあって、俺一人でやってたよりも絶対なんかそのリスナーのなんかコアな人たちがさ出てきたのって多分こっちがやってからやと思う。ああなるほどね、うん、なるほどだそういう意味ではすごい俺の予想以上にあるなっていうところはあるけど、まあとはいえなんかやっぱりもっと崩していけるんじゃないかっていうのがあって、はい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 、それこそもうエンタメにもっと振っていったりとか、可能性がまだまだあるよっていう意味での60点。なるほど、まあでもお前らとの出会いはプライスレスだけどな。何それ俺の好きなやつ出た。最後サブ最後のコメント何点やった。それあのね、25点です。まあまあでもこんな、でも同じようなな。まだまだいけますよっていう。まあまあ、ね、そうですね、僕らはそう思ってるので、これが100点だとは思ってないよみんなっていうのはね、うん、じゃあまあ今、うん、現状の満足度に関して、はい、ちょっとお聞きしましたけども、はい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 、将来ね、うん、どうなっていきたいか、 YouTube でもいいですし、はい、個人的な夢でもいいですけども、はいはいはい、うん、カイトは何だ、ちなみに僕は、うん、やっぱりその個人的な夢としては、うん、やっぱね、エンターテインメントの力で、僕赤本の人で叫んでることもあるんですよ、一回。そこで叫んだ夢は、そのエンタメの力を使って、世界をもっと面白くさせたいっていうのがあるので、まあ今 YouTube ね、バイト辞めてまでこっちに来たのは、確かに確かに。そういうのもありますし、こっちで頑張りたいなっていうのも。まあでも一応ね、一回は就職しときたいって、サラリーマンっていう立場も経験しときたいなっていうね。50万人行ってたら、就職せんやん。そうですね、らしいですね。50万人登録者数、内定を1回取るけども、蹴るっていうのは、ね、50万まで行ったら50万行くとね、蹴るらしいですけどね。まあそれが主な僕の夢ですけど、グループとしてはね、もっと幅立って、はい、どんな動画出してもね、面白いって言ってもらえる人がいいですよね。確かにね、うん、なるほどね。ジョンは、ジョンはのんびり平和に暮らしてる。ジョンやな、バチバチ行こうとしてる人ここにいるのに。え、けどなんか平和にのんびり暮らせるっていうのは多分結局成長し続けることなんかなっていう気がする。 ある程度、はいはいはい、なんかそんな一会社員ぐらいの能力でのんびり平和に暮らすって結構難しいと思うよ。心の部分がね、平穏じゃなかった、その誰かに怒られるかもしれないって不安があったりとか、胸を張って明日から身一つでも生きていけるって思えることがないと、多分本当の意味で平和な心って持てないと思うから。そうだから、このちょっと俺は会社辞めてこっちに来て、ああそうやな、それも挑戦してるもんな、すごい、うん、一緒に事業とかサービス作ってってるわけだけど、そこでもバキバキにスキルを磨く、はいはいはい、1、2年間めちゃくちゃ頑張って、はいはいはい、心の平和をゲットしようと思います。なるほどね、はい、俺なんかあれやな、 YouTube さ、うん、始めてからその出会われん人とかってめっちゃ出会えたりするんや。あー、うん、そっかそっか、確かに確かに。たまになんか一人とか昔なんかオリンピック選手で連絡くれたりとか、うん、会えたりとか、そういうこれやってなかったら絶対会われへんような人とかに会ってきたし、今後もなんかな、やっぱ会えるようになっていくと思うから、単純にそういう人にもっと会いたいみたいなのもあるし、単純に知らない世界もっと見たいみたいなのもまず大前提あるし、でもなんかやっぱりメインチャンネルでもこう言ってるように、こう自分のこう言葉とか表現でなんか一歩踏み出す勇気になってくれたりとか、挑戦したいと思ってもらえたりとか、まあ、カイトにちょっと近いのかもしれんけど、で、そういうことも思ったの伝えていきたいし、俺らがやっぱな、どんどんこう挑戦して進んでいく姿を見て、私も頑張ろうみたいになってくれたら、そうですね、そうだね、まあ一番嬉しいかなと、ね、きっかけになればいい。ああ、そう、はい、それは届けていきたいなと、これからもね、思ってます。まあ、結局でもな、なんか何になりたいとかって想像しても、全然違う方向行ってたりするから、そうだね、何があるか分かんないね、本当に人生ってのは。最近だからあんまりなんか具体的な目標とかってあんまり立てんようにしてて、目の前のことをグワッとこうやるみたいな、点と点で繋がるみたいな、そっちの方が。成功者も結構そうって言うよね。ああ、そうだね。その時本気でやってたことがどっかで繋がって、成功したみたいな。そのイメージない？結構今振り返ってみたら、人生の今までの過去に、ね、振り返ってみたらさ、そんな、そういう、結構俺今までのやつがなんか全部生きてんなみたいな思うやん。ああ、なるほどね。俺はその全てのものって何かしら根底でつながってると思ってて、その数学でもいいし、はいはいはい、恋愛でもいいし仕事でもいいし、何かしらの
大きな論理とか心理みたいなものに繋がってると思ってるから、はいはいはい、何をしててもいつか役に立つと思ってる。いやそう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 、カイトもこれからも何が起こるか分からんけど、そうですね、ほんまにでも想像できんことが起こったりするから、50万人って本当に就職しなくなるかもしれない。ほんまにしてんだ、今は就活しようと思ってるかもしれないけど、そのためにやっぱ挑戦して行動しないとダメだよね。動かないね。動かないと始まらんけど。変わらないと時間が過ぎていかれたらね。そう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 、うん。それはあるけどな。そこは分かるんですけどね。うん、でもいざ動くとなったら難しいっていうのもありますよね。はいはいはい、だからきっかけを与えたいね。うん、チャンネルで。じゃあまあちょっと今のなんかまとめみたいなの入っちゃったんで似てるかもしれないですけど、今のあなたにとっての YouTube とはっていうなんか。ああなるほどね。まあ、初めて半年の何言ってんのあんたらって思われるかもしれないですけど、今のだから。半年、はい、やってみたところでの、うん、僕たちにとっての YouTube っていうのを一回振り返っておきたくて。なるほどね。なるほどね。とっての YouTube 考えたこともなかったな。なるほどね。それ結構難しい質問やな。僕はあれっすね、うん、それこそ修行の場。ああそういう捉え方なんですね。修行の場、はい、社会勉強みたいな。社会勉強ですね。うん、あそうなんだ、楽しんで学べる場です。はいはい、あ本当の大学はここなのかもしれないって。ああ YouTube 大学する学び場なんや。学び場っすね。なるほどね。やっぱそのなんかその言語化力も身につけたいなって思ってるし、表現力も身につけないと伝わらないじゃないですか、ダメでも、はいはい、っていうのでそのいろいろ学ばないといけないなって課題が、あ、そうなんだ、見えてくる場になってる気がしますね。へぇ、なるほどね、うん、俺でもいろいろあるけどなんか、うん、演劇やってたから、はい、これもう舞台みたいな感じかもしれない。あここに立った時になんかいろいろこう、うん、そっちはモード入るみたいな、スイッチポンって、はいはい、あ、けどモードは入るかもな、俺も、うん、まあでも結構いろんな人なんかサードプレイスみたいな意味でもあるけどな、第3のホームみたいな。そんなかっこいいなんのスタバやったっけね、だっけ。あ、多分スタバー、スタバみたいな、あ、誰かにとっての、うん、第3の場所みたいな、第3の場所みたいな。ああそうなんだ。家と職場と、まあ、職場何やったっけあれ。でまあ、また調べましょうか。まあ、どこに載せましょう。何個かメーカーのなんか、うん、ホームみたいな、うん、はい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 。けどなんかコメントとか見てたら元気もらえるなって思う。ああ確かに、うん、確かに。そんななんか、うん、ただ自分が思ってることを言ってるだけで、うん、あ、参考になりましたとか面白いとか言ってもらえてると、うん、なんか元気になるし、まあそうやな、うん、確かに確かに。そうやな、ありがとうみたいなことを言ってくれるけど、そうそうそう、俺らも結構嬉しいみたいな、うん、俺らもありがとうと思ってるよみたいなのもあるよな。あとなんかあの、うん、コロナの時期で人と会う機会がめちゃくちゃ減ったじゃん、うん、で俺も会社も辞めたからさ、うん、その会社の人と会うこともないしさ、うん、まあ、みんなそうか、今はリモートだから、うん、でなんか数少ない社会とのコミュニケーションを取ってる場って気がする。あそれはあるわ、もうそれは。しかもすごい人数、うん、これは今まで味わったことがないことかなって思う。すごいそれは感じんな俺も、うんうん、はい、ということで、僕たちの、これまでと、これからっていう、はいはいはい、あと今ですね、はい、ということについて語ってきましたけども、真面目に語りましたね。真面目です。珍しく超真面目。真面目な。でもね、引き続き、はいはいはい、僕たちは頑張っていくので、はい、はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。それでは、皆さん、また来週。バイ。